どうも皆さん、こんにちは。簡単ギター教室、ガズギターのカズでございます。さあ、このガズギターは毎週日曜日限定ということなんですけど、じゃあ普段は何やっているかというと、はい、こちらです。ガズレレという、ガズレレ初心者 YouTube レッスン動画チャンネルをやってます。日曜日はギター教室やってますよということで、さあ、今日のレッスン動画最初に公開しましょう。こちらです。あいみょんの愛の花。この曲は NHK の今度新しく始まった朝ドラ、ランマンの主題歌ということで、これやりたい、ギターでやりたい方多いんじゃないですかね。もりもりやっていきましょう。なんと、いつものように2バージョンやるんですけど、最初はシンプル簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンだけど、シンプル簡単バージョン、指2本コードだけでいけちゃうやつです。ただし、この曲3拍子というリズムで、ちょっと特徴的なリズムなんで、ちょっと練習していきましょうということです。で、さっきも紹介したこのね、ガズレレというウクレレの方でもね、これ取り上げたばっかりなんで、合わせて見てもらうと面白いかもしれません。さあ、このガズギター YouTube チャンネルなんですけどね、あれギターって結構やっぱハードル高くてね、ちょっと難しいっていうようなイメージがやっぱあると思うし、実際ちょっと難しいんですね。で、このね、ガズギターはとにかくギターをやる01、最初の第一歩をめちゃくちゃ踏み出しやすい、もう画期的で斬新で世界一簡単な、私が考えついたギターのやり方、弾き方なんで安心してください。初心者の方でもすぐできます。やってみたいな、私にできるかな、私不器用だけど大丈夫です。概要欄にガズギターで始めるギターの方法貼っときますんで、 URL を見て、そこで動画になってますからね、動画を見てちょっと練習していただいて、この動画戻ってきてレッスンスタートしていきましょう。そしていつもご案内してるんですけど、ギターを最初から始めるより、最初ウクレレの方がですね、かなりハードルは低いんですよ。なんで、ある程度ウクレレを練習して、途中でギターに横展開するのもめちゃくちゃおすすめです。ということで、このガズレレの、始めるウクレレのやり方も URL 概要欄に貼っとくんで、そっちもちょっと合わせて見てみてくださいね。この今日取り上げる愛の花もね、ウクレレでもレッスン動画上がってますからね。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、早速レッスン入っていきたいと思うんですけど、シンプル簡単バージョン、最初はね、シンプル簡単バージョンというふうにお伝えしたんですけど、まずね、指2本コードですよ。これは革新的です。はい、コード移していきましょう。見てください。全部黒い点、指2本でしょ。これでできるなんて、もう世界一簡単コードにアレンジしてますからね。で、3拍子なんですけど、3拍子っていうのはこの1ブロックで3回弾くんです。つまりこういう風になっていたら CCCFFF という感じで3回弾いていきます。ここキーポイントですからね。この3拍子のリズム、タン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 、このリズムを体で取りながら歌を歌っていく。これちょっと慣れが必要だと思うんですけど、やっていきましょう。まずは初心者さん向け、超シンプル簡単バージョン、愛の花。やってみる。ワン、ツー、スリー、ワン、ツの愛の花、指2本だけ、左手のコード、指2本だけのコードでやってみました。いやー、い
かがだったでしょうか。今やったアレンジは、毎朝ね、流れるの、ドラマで流れてる短いね、ショートカットアレンジバージョンなんで、かなり短めなんですけど、こうしてゆっくりね、初心者さん向けにめちゃくちゃゆっくりやるとかなりボリュームもありますよね。そして、今紹介させてもらった今日、今使ったね、このコード。今日ね、コード6個ですよね。この6個のコード、見てもらったらわかるように、全部指2本コードですよ。ちょっと独特の響きありますよね。C とか、F とか、ちょっとこの、気だるい感じ。またこの響きがまたこの曲にちょっと合うかなってとこもあったりなんかしてですね。まあ、まずこれ初心者の方はですね、死のものを言わずにこの指2本コードで3拍子。1、2、3、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 
難しいというのと、そうですね、歌も結構ね難しいというか、レベル高くて音程がですねすごい低いところから高いところまで出てるんですね。例えばサビの中で愛を愛を、これ1オクターブ間があったりなんかするんで、これ歌も難しい。タイミングもね、3拍子、ただでさえ3拍子でね、ちょっとね、慣れてないのに、タイミングもね、言葉のタイミング、裏で入ったりするところがあるんで、まあしっかり聞き込んでですね、やっていきましょう。まあとはいえね、NHK の朝田結構長い期間やりますから、その間にマスターできればと、こう気長にやるのがいいんじゃないかなというふうに思います。まずゆっくりね、1、2、3、1、2、3、1、2、3、これを掴み取って、はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入る前に、まず楽譜をちょっとシェアしていきましょう。ガズギターの愛の花、あいみょんです。ランマン主題歌ですよ。三拍子ですよ。ということですね。はい。これ、ワンブロックに3回100、3拍子って書いてあります。1、2、3、1、2、3と弾いていきますよということでございます。はい。こうやって映しとくので、お時間ある方は、これ一時停止してですね、書いていってください。ガズのノートの特徴はね、ここの V の字とかこの点でリズムがわかるとか、歌詞カードにはないこう伸ばすところが、これわかりやすいことになってますからね。はい、一時停止ここまで。イントロ AB。OK。これはまあさっきも言ったけど、テレビのね、オープニングの長さなんでかなりこれショートカットアレンジですけど、それでも結構ボリュームありますよ。はい。そしたらこれサビですね。はい。ここがね、ダイナミックな感じなんです、皆さん。はい、いいですか。で、ここですね、かっこいいバージョンではここちょっとね、後で解説しますけど、ここを決めみたいな感じ弾くんで、まあ見ていってください。で、コードですけど、まあコードはね、この後解説しましょう。まあそれではこの流れでですね、かっこいいバージョンの解説にどんどん入っていきましょう。かっこいいバージョンは、まあいつもの流れの通りなんですけど、コードがちょっとゴージャスになりますと。さっきこう映ってた、コードのうちの、この C と F と G、こちらのコードだけ、ちょっとこれに変わります。はい、変わった。はい、赤い点が足されましたと。これがポイントですね。さっきの C は、この響きだったのに、2弦の1フレット。これで、C になりました。G も、さっきはこういう弾きだったんですけど、1弦の3フレットが加わって、ジャキー、キレがいいです。F に至ってはですね、さっき2本だったんだけど、いつもね、これ小指でここと、ここ、3弦の2フレットが加わって、1弦と2弦はここにバスが書いてあるでしょ。これ弾きたくないんですよ。だから、なんていうのかな、ここのね、1弦を、人差し指のこの腹で、ここちょっと触れてね、ミュートといって音を止めてます。わざとこうパチパチ合わせる。そこで弾くと、音消えますから。音出ちゃうと、これ、ちょっと気持ち悪い。なるべく弾かないようにします。で弾くところもちょっとね、1弦2弦を弾かないのもポイントなんですよね。これがちょっと簡単アレンジの特徴でございますが、はい、このコードを用いて、あとのね、D 欲しい、A 欲しい、E 欲しいは一緒ですからね。はい、このコードでいきたいと思います。それでリズムなんですけど、リズムはね、今持ってましたけど、このピックを使った3拍子のストローク、これでいきたいと思います。ちょっと C で練習してみるとですね、こんな感じです。ワン、ツー、スリー、せーの、はい。これが基本です。わかる ?1、2、3、1、2、3だから、ジャン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 、優しい感じ。これね、だから3拍子だとね、結構リズムがね、早く感じるんですよね。次々やってくるからね。今までは1、2、3、4、
1,2,3,4 これがね4分の4拍子の基本ですけど、3拍子だと 1,2,3,1,2,3 どんどん1個ないからね、どんどんこう速くなっちゃって焦っちゃってまたリズム速くなってことになりがちなんで、ここ要注意。手首は柔らかくね、アクセントつける、こんな感じがいいと思います。そしてこれね、前半と後半サビでちょっとボリューム上げたいっていうか、だから A メロと B メロはちょっとボリューム控えめで強弱つけるとすごくいいと思います。はい、そしてイントロなんですけど、ここはちょっとほんのりアルペジオというかちょっとやってみようかな。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。こんな感じでやりたいです。これね、あんまりジャカジャカ弾かない感じ。イントロだけはちょっとアルペジオを使いたい。アルペジオつってもですね、そんな本格的なやつじゃなくて、こう、ほんのりでいいですよ。C はこう1弦も使って、F が出てくるんですけど、F は1弦と2弦弾きたくないから、F の時のアルペジオだけ、2弦1弦は弾かないようにして、3、4、5、6で。こんな感じがいいかな。もう一回ちょっとやってみる。せーの、3、ワン。何弦っていうの、何弦を弾くっていうの決まってないけど、なんか三拍子なんでこういう感じですね。F だけは1弦2弦弾かずにこんな感じで、はい、まあイントロちょっとだけなんでね、ここちょっとなんか雰囲気でちょっと掴み取っていただければと思います。でさっきも言ったけど、イントロはアルペジオで A メロ B メロはちょっと控えめの3拍子のストローク、サビになったらちょっとこうダイナミックな感じで、スケール感ドーンと大きくいく感じで、いこうと思いますということです。で1個で決めがあってですね、 A メロの一番最後のところなんですけど、ちょっとね、私は決して今を憎んではいない。ここやってますね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。私は決して今の AFGC、 ここちょっとね面白いリズム、特徴的、まあシンコペーションっぽいというか AFGC みたいな、ダンダダンダダン、これ歌とユニゾンなんですね。今を憎んではいない、今を憎んではいない、こういうリズムですね。もう一回、今を憎んではいない、 F、G がアップですね。 F、G、C、G、G、C、 ここがちょっと特徴的です。ちょっと難しかったら G のままでもいいですよ。今を憎んではいない、はい、でも原曲だとここちょっとね、ダンダダンダダンとこういうキメが入ってる、引っ掛けてるんで、こうかっこいいなと取り入れてみますと、はい。そしてサビの前ではちょっと盛り上がる感じで、愛した君、こんな感じでジャガジャガジャガみたいに盛り上げといて、サビにドーンとダイナミックに突入していこうと、こんな風に思っております。このダイナミズムっていうんですかね、この強弱、このうねりというか、これも結構この曲では大事になると思います。はい。あとは忘れちゃいけない、これ歌の持つメッセージ、歌詞を読み込んでいただくのと、あと朝ドラのね世界観を頭に描きながら、感情表現ですからね、心持ちたっぷりで歌っていきましょう。さあそれではあいみょんの愛の花ガズレレ流、さあそれではやっていきましょう。あいみょんの愛の花ガズギター流、かっこいいバージョンやってみる。ドゥッ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。
の愛の花かっこいいバージョンをやってみました。これ結構難しいですね。ちょっと一回ね、このダンザダンザダン、A メロの最後のとことかもね、 F、G、C ちょっと早いんですよ。ダンザダンザダン、結構早いのと、やっぱ三拍子はですね、やっぱこのノリが結構やっぱ難しくて、この速さでもかなり皆さんきっとですね、めっちゃ速く感じると思うので、ひとまずはですね、さっきシェアした楽譜を見ながらめっちゃゆっくりがいいと思います。そうするとどうなるかというと、こんな感じ、このぐらいゆっくりから始まって、まあなるべく原曲の速さまで近づけていくっていうのがね、これいいかなというふうに思うんでね、まずはゆっくりやってみてください。はい。これはリズムをやっぱり体にね、三拍子のリズムを体にこう染み込ませるっていうのがやっぱキーポイントと、やっぱ歌がちょっとね、歌ってみるとわかる。聴いてるとね、本当に心地よいメロディーで最高に気持ちいいんですけど、歌ってみるとわかる、このね、歌のね、奥深さ。ご体感ください。まあまあ、音楽ってそこがね、自分で歌ってみると分かるこの奥深さを感じるところがまた一つの音楽の旅でございます。そこ楽しんでいただければというふうに思います。まあ、時間はゆっくりあります。朝ドラ、まだ結構続きますからね。はい。ドラマ終わる頃にはもりもり歌えるように、なるように。練習していきましょう。そしていつものご案内ですけど、コメント欄ご活用ください。なんか聞きたいこと、質問、なんかいろいろあったらですね、書いてくれたらガズが答えながら、なんかレッスンでもそれを取り上げたり、いろいろしていきたいと思いますので、ぜひご活用ください。ガズギターめちゃめちゃ楽しいでしょ？ぜひね、どんどん楽しんでもらって、面白かったらどんどん周りの方にもね、ガズギターだったらすぐできるよ。ウクレレもね、ガズレレは面白いですからね、まあいろいろあっちからこっちから音楽をやる人を増やしたいなというのが僕のね、望みですから。皆さんもね、まずまあ自分が楽しんでいただいて、今度周りにこの楽しさをシェアしていただけると嬉しく思います。チャンネル登録なんかもよろしくお願いしますね。でね、私がやってるメインのね、ガズレレ YouTube チャンネル、いろいろ面白いことやってるんで、この後ね、ご案内貼り付けておきます。新しいミュージックビデオも公開されてますから、ちょっとこの曲ぜひ見てみてください。最高ですからね。はい。ではまた、日曜日お会いしましょう。さよなら、バイバイ。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そして、この本出てますからね。はい。子供と歌おうソングブックは、リットミュージカル5月12日に出たばっかり。大好評です。アマゾンでもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい。この本の出版記念して、渋谷のタワーレコードでイベント開催中、開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとね、これ、詳しく見ていただきたいんで、概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますので、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。そして今月25、26日は、お台場デックス東京、お台場東京ビーチでですね、Gラボのポップアップショップがオープンします。試奏していっぱいお試しいただいて、お気に入りのものがあればゲットできますからね、この詳細も概要欄に貼っておきます。なかなかね、こう、本当にリアルで触る機会が、なかなかちょっとまだ少なめな Gラボ遅れる。ぜひ、試奏しに来るだけでもバッチリですんで、お待ちしてます。そしてね、ガズレレではいろんなことガズピアノっつうのやってんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますね。ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。